期限と旦那が泣くこと。鈴木ちゃんはね、泣けないで苦しんでいる旦那のことをずっと見てたんだよ。旦那は苦しんでないって言うかもしれないけど、鈴木ちゃんには苦しんでるように見えたんでしょ。だから私を呼んでこっちの世界に現れた。旦那に涙を思い出してもらうために。でもそこには当然無理が生じるでしょ。それがこれなんだと思う。体が魂を拒否してるのよ。別にできないわけじゃないんだけど。まあ今の苦しんでる状態を緩和するくらいなんだけれど。今の鈴木ちゃんは穴の開いたタイヤみたいなものなの。魂と体の間のバランスが崩れ、そこから体を構成する要素がこぼれてるのよ。旦那は鈴木ちゃんに構成要素を分け与えてあげて。でもこれは相当きついわよ。何しろ存在を分け与えるみたいなものだから。それじゃあ始めるよ。まず呼吸を整え、眉間に力を集めるイメージをして。体を水と考え、波を集めるイメージね。次にその力を九尾を下ろしていくの。呼吸に合わせて息を吐くときに下ろしていくイメージで。そこからさらにおへその下あたりに下ろして、旦那大丈夫？じゃあ続けるよ。おへその下に力は溜まったね。それを足の間を通し背骨を登ってくるイメージをして。ここまで来たらもう止められないよ。背骨を登ったら眉間にそれを置いて、もう一度力を集める。じゃあ次に行くよ。力は練れたね。それを今度は喉まで下ろして。それを鈴木ちゃんの口を通して与えてあげるの。
それ以上はダメ。それ以上は旦那の存在が危ういからダメ。それを鈴木ちゃんが望むと思う？好きな人に助けられても好きな人がいないんだよ。そんなの辛すぎるよ。鈴木ちゃんの今の苦しみは取り除くことができたわ。あとは旦那、なるべくそばにいてあげて。所長、今ちか？こちらにいらしたのでちゅか？探しました。飯島は帰ったのでちゅか？鈴木ちゃんはどうかしたのでちゅか？そうだったのでちゅか？お食事の準備ができましたので、食堂までいらしてくだちゃい。代わりに私が鈴木ちゃんを見てまちゅ。所長、もう食事が終わったのでちゅか？いえ、そういうわけでは。you
高博。鈴木ちゃん、お腹空いてませんか？お腹空いた。じゃあ持ってきまちゅね。では所長、鈴木ちゃんの食事を持ってきまちゅ。それはダメ、絶対ダメ、絶対。鈴木ちゃんは一緒にいたいみたいよ。わかった。いるだけでいい。失礼ちまちゅ。追加の書類でちゅ。これでも少ない方でちゅ。それででちゅね。こちらとこちらの書類はよく読んでくだちゃい。重要な書類でちゅので。では、失礼しまちゅ。どうちまちた？
鈴木ちゃん、いたんでちゅか？ね、で、なんで鈴木ちゃんがいるんでちゅか？あ、まあ、いいでちゅ。鈴木ちゃんも病み上がりでちゅし、今日だけは許しまちゅ。では、失礼しまちゅ。できますよ。はい。では失礼します。何？